かちゃんでーす。これをちょっと食べたくて今日。まず、で、これを。たまに釣り糸が入ってる時もあるんですよ。で、洗います。で、ここから皮抜きですね。ピーッと抜いてって、イカの刺身をイカが作ってくれた時に匂いで虫が大量発生しちゃったんで、今回ちょっとそういうことないように袋をちょっと20、30、40ぐらいにしてきれいにやっていきます。こういうふうに沿って切っていって、で、またもぴょんと取って、で、虫がいないかしっかりこう確認をして、ところは画面にはここに軽く切れ目を入れ、こっちも軽く切れ目を入れて、ここにもピーッと皮を抜いて、よいしょ、もピーッと皮を、イカの体より耳の方が皮むきづらいんですけど、パッと抜いていって、おトン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 、で、ちょっとお腹のお肉が揺れないように気をつけて、で、イカはいかがっつってね、イカはいかがですかっつって、イカはいかがですかっつって、じゃん、イカ耳です。で、こっちがイカ刺しです。アニキサス、アニサキス、なんだっけ、アニサキス、アニキサス、どっちか分かんなかった、アニサキス、覚えてる、生きてる、生きてる、こいつ、
こいつも、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 これも。え、これ食べれるの？ちゃんと取んないと。光透かされたの。うん。え、これで生きてんの？生きてる。え、食べたら、あれ、いい、破られるんじゃない？噛んで。え、食べたらめっちゃお腹が痛くする。あ、そうそう、怖っ。皆さん、アニサキス、アニキサス、アニサキス、アニキサス、アニキ、どっちか分からなくて、ご注意、ご注意ください。アニキサス、アニサス、アニサキス、アニサキス、怖いな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 。子供たちはこれが食べたいっていうので、これです。餃子とキュウリたっぷり、鬼滅のカレー、スープカレー、そしてパパのイカ、パパのイカ耳、パパのイカ刺し。アニサキス大量発生。そう、入ってたらやばい。え、何度？何度？一番待って。今なんて、今トイレにイカのゴミに入ってた。じゃあゴミじゃん。イカのイカについてる虫さ。え、これ？いや、じゃあこれはイカだよ。違う、これ入ってた時がある。箱に入って367。え、367？あ、寝てない。なんか変なものって。工場のカレーがつけたレトルトカレーの音じゃん。うまっ。もうちょっと入れてみます。え、もう辛そう。いや、すごいじゃんこれ。うん、全員集合だ。全員集合してるし。じゃあパパ怖いなこれ。アニさん、アニさん、アニさんいない。え、ライト持ってるよ。ん？照らすライト。いや、パパね、もうだいぶ見たよ。何を？最後見たもんね、白いカラフル。まずこれをペーって言って。あ、虫って臭いものってイカが臭いってこと？イカ臭いっていうより、イカの中に入ってる。体の中、体の中入ってる。体の中でうねうね生きてる。寄生虫じゃん。ひーちゃんの中にもいるよ。いやー、うん、うまっ。ひーちゃん体もいるよね、乳酸菌とか菌が。今日乳酸菌はいるよ。いやー、じゃあ悪いやつやっつける菌だよ。そう、いいやつよ、仲間。あ、もうイカ食いたい。食べてみる？やだ。え、なんで？もういないよ、ボード。まだいける。いや、これ本当の。あ、見て、やばい、お湯をかけたっけ。うん。イカの足だろ、これ。足じゃないと体だろ、体のとこ。やだ。あっ、うん。めちゃくちゃ寝てた。4時から3時か、夜の7時になって。おいしい。ああ、ちょっと入れて。そのピーちゃんさ、パワー寝ないでって。エンジン寝てるやつ。大丈夫だ。じゃあ食べな、まずご飯。え、これ辛さに段階あるよ。え、全部言うね。うん。覚醒、瞑想、悶絶、涅槃。まず食べて、ひんちゃん。一気ごとき話してない。ひんちゃん、ポコと話してる。まだ終わってない。うん。それ、なんだ。忘れちゃった。だからさ、一定時に寝ないでって、ママにすぐに寝たじゃん。うん、寝ちゃった。何時に起きたい？で、パパ、一気何時に帰ってきたって。6時半ぐらい。6時半。うん。6時30分ぐらい。ひーちゃんが寝てる間だ。うん。寝てんの、ひーちゃん。そうだよ。寝てたよ、だって。昼寝してたの、ずっと。うん。で、夜寝なくなっちゃうわ、俺。
ママ眠い。寝なくなっちゃうじゃん。こうちょっと垂らして。うん。イカ丼だ。イカ丼。これは最高の。寝てたらあれだ、伸びたなっちゃうよ。それかいいじゃん、伸びたか寝ぼすけ小僧になったよ、朝寝ぼすけ。このイカ丼はやばい。寝ぼすけ小僧になっちゃう。店で食べたら3000円。食べたら5円だよ。5円じゃない。あばー、なんで生きて辛いのさ、好きになったかな。なんで辛いこう、辛いのが好きになったんだっけ。もうめっちゃ好きになっちゃう。前はめっちゃ食ってなかったじゃん。うん。ピザでもめちゃくちゃ食ってる。大人になってる。辛い辛い辛い。大人になってるよ。生姜やばい。さ、辛いさ、ご飯が入ったレストラン開きそう。一気は。どういうレストラン？辛いものが入ってる。ハバネロとか。やばいな。なんかさ、サボン。ハバネロなんて甘いよ。甘くねえよ。でも世界一辛いのはキャロライナリーパーだよ。何それ、イッカラパウダーだよ。世界一辛い、イッカラパウダー。違うって、デスオスの100倍ぐらい辛い。全然辛い。早くないこれ、うん、この辺キュウリ、そうそう、こう、うん、うわ、はい、熱い。鬼滅のカレーは美味しい。このスパイスめっちゃ入れたせいでめっちゃ辛かった。天空と心の間、めちゃくちゃ辛かった。